はい、こんにちは。物欲ない外人モンモンデヨです。今回はこちら LED ビデオライトをご紹介いたします。モンモンじゃないですよ、モンマンというところからのレビュー品です。こんな感じの180個の LED を搭載した撮影用のライトです。このような YouTube の撮影に照明というのは欠かせないものになっております。私はね、ほとんど室内の蛍光灯と、あとはこんなようなですね、ミニ蛍光灯、そしてこのようなリングライト照明を使うことが多いです。最近ではこのように LED が配置された平面タイプのライトというのも非常に定番になってきているということですので、今回非常に楽しみですね。フォトグラフィーフィルライトと書いてあります。ではチェックしていきたいと思います。開封しました。中身このようになっています。本体とこちらホットシューに取り付けるためのこのようなマウントですね、マウント付属しているのが嬉しいです。マニュアル英語と日本語マニュアル、そしてタイプ C の、これ充電式ですので、タイプ C のケーブル、タイプ C、タイプ A のケーブル、そしてこれはマウントのネジを締めるための六角ですね。いや、これ六角使わないのはちょっと不便かなと思いますけれども、その分このようにすっきりとしています。あとは持ち運び用のこんな感じの、まあ、ケース、ポーチが付属しています。以上となっております。早速スペック、外観見ていきましょう。こんな感じの本当手のひらサイズの薄い LED 照明です。いや、これね、非常にコンパクトで持ち運びできるのは嬉しいですね。そしてこんな感じで LED が散りばめられています。これね、交互に色温度高いもの、低いものが散りばめられていて、そしてこのね、割合を、発光の割合を調整することで色温度を変えることができるような仕組みになっているかと思います。このようにスクリーンが挟まってますけれども、 LED はもろね、見える感じですね。筐体は金属筐体で非常にしっかりとしたフレームになっています。ボタンはこのように電源とプラスマイナス、ここで調整をいたします。充電タイプですので、タイプ C で充電です。これ 4500mAh の充電容量を搭載してますので、このようにモバイルバッテリー、簡易モバイルバッテリーとしても使うことができますので、タイプ A の出力ポートも備わっております。こんな感じ。ここにはね、液晶表示があります。そして三脚取り付け穴があると、こんな感じのシンプルな、横にも三脚穴がありますので縦でも使うことができますね。このような非常にシンプルでしっかりとした筐体の LED ライトです。そしてこんな感じで三脚穴取り付けることができます。そしてホットシューに取り付けることができますので、こんな感じでルミックスの G9 Pro に装着してみました。ホットシュー搭載しているビデオカメラやデジタル一眼レフミラーレスカメラ、さまざまな、ね、デバイスにこのようにライトが装着できるというようなタイプになっていますので、なかなかいいですね。これ、まあ、この取り付け方によってはね、角度も変えることができますので非常に便利です。正しくはこうかな、こんな感じで角度を変えることができますので、対象物に対しての角度調整したい時も調整が可能です。このトルク感を強くしたり弱めたりするのに六角がいるみたいです。こんな感じどうでしょうか。なかなかかっこいいですね。そしてスペック見ていきましょう。こちら充電タイプとなっていますので、このようにね、ここで充電します。こんな感じで充電の容量が今 80% となっています。3時間でフル充電できるようです。そしてプラスマイナスのボタンでこのように、これ輝度ですね、マックス 100% をどれぐらいの明るさにするかっていうのを設定することができます。これ 5% の発光で14時間、そしてマックスの 100% で 1.2 時間の発光することができます。結構持ちますね。そして、下が色温度です。ケルビンですけれども、このように 3000 ケルビンから6500ケルビンまで色温度設定することが可能になっています。では実際ライトつけてみましょう。電源長押ししますとこんな感じでつきます。で、今ね 4.0H と出てますので、今この輝度だとどれぐらい持つかっていうのの時間、残量の時間、残時間が表示されています。これ非常に便利ですね。いきなりバッテリーが切れることがないです。どんぐらい持つかっていうのは、この電池の残量だけじゃなくて実際の具体的な時間で表示されているのは非常にいいと思います。ちなみにこのように
充電しながらも発光することができます。ちょっとこのパーセントについてはさっき 80% とかだったので今一気に 65% になってますよね。このあたりの信憑性っていうのはちょっと微妙なところあるかもしれません。あくまで目安かなというふうに思います。こんな感じで発光しています。この LED 照明ですけれども非常に炎色性が高くていいですね。炎色性というのはいかに太陽光と近い見え方をするかという一つの指標なんですけれども、これ 96% だったかな、RA96% ということで 100% が完全に太陽光と見え方を一致すると、あるサンプリングされた色をね測るんですけれども、この光源下でその時の色の見え方がどれぐらい近いかというのの一つの指標ですね。太陽光下とどれぐらい見え方が近いかという指標になります。一般的な安価な蛍光灯ですと蛍光灯の波長っていうのは3波長が多いので、まあ、そういった波長域の色っていうのは特徴的な結果になることが多いんですけれども、いかにね炎色性高い照明を使うかというのはこういう色を扱う職業の方は、ね、非常に気にされて、蛍光灯も照明の蛍光灯も高炎色性の蛍光灯は非常に、ね、高い蛍光灯になっているかなというふうに思います。では明るさ変えていきましょう。これはね照明はちょっと明るさはこのなかなかこのビデオだと見にくいかもしれませんけれども、これで今 100% です。いや結構ね明るいですね。今 3000K 一番暖色で一番明るい状態、マックス 100% の状態です。こんな感じ、照らすとこんな感じ、こんな感じです。 45% になってますね。これそんな減ったのか、この表記はちょっとどうかっていうのあるかと思いますが、こんな感じで撮影が可能ですね。非常に明るいです。そして色温度変えていきましょう。今この録画しているカメラは太陽光というホワイトバランス今固定してます。ニコンの Z50 ですけれども、今これで 4200K ですね。一番高い色温度でこんな感じ、6500、これで青いですね、本当に青い。 LED はこんな感じで片方の LED しか発光されてない状態です。青い方の LED しか発光されてない状態になります。ですので、まあ、5500とかだとこんな感じですので、ライトない状態、そしてライトない状態、ある状態、まあ、隣の蛍光灯も切りますとこんな感じ、そしてある状態、ない状態、オフ、オン、こんな感じで手軽に照明つけることができますので、いやこれビデオ撮影、商品撮影、静止画にも動画にもね非常にいいですね。バッテリーも長持ちします。ちなみに 5% というのがこんな感じですね。 5% の発光はこんな感じ、まあ全然ね発光してないという感じでもないですので、もうちょっと上げてあげるぐらいで、十分使えるかなという感じです。これで 20% ぐらいですね。輝度調整もレンジが広くて、そして色温度も変えれますので、ちょっとしたテーブルフォト撮影ぐらいであれば十分かなというふうに思います。さすがにね人物まで照らすとするともっとでっかいのが欲しいところでありますけれども、もう私のようなこういった商品撮り撮影であれば、今これルミックスの G9 Pro に装着してますけれども、このような照明でね十分かなというふうに思います。いやいいですね、こういった LED の照明、カバンにもカメラバッグにも薄いのですんなりと入ります。だいぶ気に入りました。発熱も今のところそんなしてないのでいい感じです。このように三脚に取り付ける、ね、マウントもついてますので、すぐに実践に投入することができるかなというふうに思います。ということでいかがでしょうか。今回このような平面ライト LED のビデオライトをご紹介いたしました。非常に感触としてはいいですね。今後もこれ撮影するカメラに装着して使っていきたいかなというふうに思っております。ということで、このようなコンパクトタイプの撮影用 LED ライトをお探しの方ね、参考にしてみてはいかがでしょうか。こういったタイプも Amazon でね、めちゃくちゃ販売されてますので、一つの参考にいただければ幸いです。ということで、今回はモーマンからのレビュー品ご紹介いたしました。今回も見てくださり、ありがとうございます。